平野紫耀とリーハタへのコラボに賛否。ファンの意見は分かれ、議論が続く中、才能と成長に期待。平野紫耀26は、ダンサーで振付師のリーハタトップのコラボ動画をインスタグラムで公開し、ファンの間で話題となっています。このコラボに対するファンの反応は、喜びの声と一部の批判が入り混じり、注目を集めています。 今回の記事では、このコラボについて詳しく掘り下げ、ファンの意見と平野紫洋自身のコメントを紹介します。リーハタ、b t s の振付師からキング・アンドスの楽曲へ。リーハタは、b t s などの世界的なアーティストの振付も手掛ける実力派ダンサーで、キング・アンドスの楽曲の振付を担当したことでも知られています。 彼女は平野様の脱退前の最後の番組出演にもスタジオに駆けつけ、金プリのメンバーに非常に気をかけていたことが報道されています。このような背景から、平野仕様はリンハタを、ヤバイダンサー、と敬意を込めて評価しています。ファンからの反応、喜びと不安が入り混じる。平野仕様とリンハタへの再タックに、多くのファンは歓喜の声を上げました。 特に、二人のダンスが、かっこいい、と称賛するコメントが多く見られました。しかし、一部のファンは二人の関係に懐疑的な意見を表明しました。この論議は、平野志耀が23日にリーハタトップのツーショット写真を投稿した際に始まりました。 この写真では、二人がお揃いのキャップとブランドの T シャツを着用しており、一部のファンはこの服装に注目しました。平野仕様は、私服かぶってますしょう。とコメントしましたが、これがさらなる議論を呼び起こしました。ファンの意見、コラボに対する賛否。一部のファンは、平野仕様が女性ダンサーとの交流に対して不安や嫉妬の感情を表明しています。 以下は、ファンの一部からのコメントの抜粋です。女と絡むのやめて二人、最初カップルかと思ったこれって私だけリエハタとヒラノシヨウ気持ち悪くてマジでご飯食べれないリエハタさん、ヒラノシヨウさんには一応出してるようなと私の女の感が言ってるんだけど、私だけ叶えむ。しかし、一部のファンは、これらの批判にひややかなりアクションを示しています。 師匠とツーショットあげたぐらいで疑われて嫉妬だの何だの言われたら今後ドラマや映画とかのお仕事来たらどうすんの小仕事は仕事でしょ。かつての曲の振付師さんと一緒に映って何が嫉妬なのかわからないリエハタさんに嫉妬してる人たちはダンス見てないんだろうな。ちゃんと見れば嫉妬なんて微人もできない。潮君もうまいけど次元が違いますよ。 どこをどう見て嫉妬してるんだ結論コラボに対する異なる意見。平野潮とリーハタへのコラボについて、ファンの意見は分かれています。一部のファンは二人の仲睦つまじい様子に疑念を抱き、嫉妬や不安を表明しています。しかし、他のファンは仕事とプライベートを区別し、二人のダンスの実力を高く評価しています。 最終的には、平野のし鳥とりへのコラボが成功し、ファンの中で議論を巻き起こしていることは事実です。しかし、このコラボは彼らが新たな才能や魅力を発揮する機会であり、ファンは彼らの成長と活躍を楽しみにしていることでしょう。